梁は中国の南北朝時代に、江南に存在した国、小梁とも呼ばれる。武帝南朝政の建国者の小道成の俗帝の小、順子のこの聖縁は、南朝政の皇帝東倉孔の暴政で、兄の正儀が殺害されたことに起こって、501年に、慶州城陽において、藩地にや豪族、土豪を結集して拒兵し、健康に進撃して東倉孔や側近を粛清した。 松園は神邸に東倉公の弟の和邸を擁立し、502年に和邸から禅城を受けて、梁を立てた。武帝は南朝、宗や政の時代に疲弊した民政の回復を図り、積極的な政治改革を行った。創業当初の転換年間は、区本官人法の改定、両立の反復、租税の軽減などの政策によって知性は安定し、 南朝の前世紀を生み出した。また自身が優れた文人でもあった武帝は、旧来の貴族の子弟が入る国古学以外に、関門の子弟を対象とした教育施設として新たに五官を設置するなどが学問を奨励したことによって文化は大いに繁栄した。武帝の長男である皇太子、昭桃の文仙、昭桃の死後皇太子となった昭津奈らによる宮太子を収録した。 玉大死には、この時期に編纂されている。軍事面においては、大通元年に、総中州、いっぱなし、陳義行らに北伐を命じ、北義の大軍に勝利した。大通3年、北義の北海洋原稿が、南朝張に亡命してきたため、陳義行に、彼を北義に送るよう命じ、陳義行は7000人の貨幣で、洛陽を陥落することに成功した。すぐに、 北魏の自主営に落葉を取り返されたが、これは南朝で最後の北伐成功になる。また、大道11年6月、陳派先、陽、小没らに命じて、万春を建国したり、奮を討伐させるなどの一定の功績を残している。しかし、50年近くに及ぶ知性の後半になると、捨て身に代表される、過度の仏教保護や経済政策の失敗によって、 財政状況が悪化し、さらに貴族層の実務危機器や台頭した関門側近による宣言が管理の好奇士官を招くなど繁栄の陰で社会不安が深刻化した。武帝武帝548年北朝の討技の交渉後継が河南13州を手土産にして武帝に基準を申し出てきた。武帝は法継の基準を受け入れたが討技軍は法継。 両軍を破って、カナンを奪還した。闘技はここで両との和睦を図り、武帝もそれに乗ったため、闘技に敗れて、受診に逃れていた、法帝は窮地に立たされた。法帝は、武帝のおいの林んが王、昭正則と内通し、千名の軍を率いて、首都圏康に進軍を開始、道中で兵数を膨らまし続け、五百四十八年十月二十二日に、これを包囲した。 当時、ハリは、武帝の長期にわたる知性で太平に慣れきっており、武帝と共に活躍した、建国の重臣の大半も死去していた上、各地に分放されていた諸行王や宗室たちは、互いの利を見て牽制し合い武帝の救援に、積極的に動かなかった。その上、両軍で、唯一の名称だった羊忠だが急死したため、両軍は、統制が効かなくなり、 兵糧不足などもあって、549年2月に偽りの和議を法刑と結んだ。3月12日にはその和議を破棄され、健康は攻撃されて落城した。武帝は法刑に捕獲されて遊兵され、帝都陥落からわずか2ヶ月後に86歳の老齢もあって放御した。領は武帝の死で実質的に崩壊し、王朝の体をなさなくなった。 法慶は武帝に代わる新しい皇帝として、皇太子の小綱を擁立したが、もちろんこれは、法慶の厳重な監視下に置かれた区靴であった。ところが、各地の藩陳はこれに従わず、法慶は自ら軍を率いて、物資確保のため三クレ地域の平定に乗り出した。一方、武帝の七男の小東、王将駅は、健康から逃れてくる、梁の残党や避難民を吸収して、 勢力を拡大し、公領を中心にして、法王慶と対峙した。対する、法慶も智恵領で激突し、将益軍の名将を葬弁の活躍で、法慶軍は大敗し、逆に、王葬弁や、陳破先により、健康に追い詰められた。法慶は、官文帝を殺害し、新たに皇帝に擁立した、余将王、将宗も、天正元年10月に廃止、 国号を漢として自らその皇帝に即位した。これで、張は一旦滅亡したことになる。しかし、領の皇族である昭益や武両、昭治武たちは、法帝の即位を認めず、昭治武は552年に、諸の地で皇帝即位を宣言し、昭益は陳派先や、王相弁に擁立されて、領の政党の後継者であると名乗った。法帝は陳派先や、 大宗弁の軍を迎撃したが敗北し、逃走中に部下に裏切られて552年4月に殺害され、法刑の男はわずか5ヶ月で滅亡した。法刑を打ち滅ぼした昭役は552年11月に、根拠地の綱領で正式に針の皇帝に即位し、さらに、昭治をも打ち滅ぼして、針を復興させた。しかし、 この一年の混乱の間に勢力を拡大した、正義が針に進行してくることになる。正義は、上陽にいた武陽王、将を擁立し、領の重要都市であった公領に迫る。王総弁が針の主力は、健康周辺の鎮部や、闘技に変わった北西に備えての防衛に当たっていた。そのため援軍の派遣は間に合わず、公領は五百五十四年十一月に、正義軍五万により陥落し、 原帝は戦死した。原定崩御の知らせを受けて、旧と健康を守備していた王相弁と鎮波先は、元御門の旧男の正方、佐都氏を擁立して新たな皇帝とする。北州、北西、陳、皇寮一方、皇寮を掌握した正義は、皇寮において、将を新たなりの皇帝として即位させる。これが皇寮である。これによって、りは二つに分裂したことになる。 さらに、王相弁は、両最高のために北西と同盟を結ぶことを説く、助領の提言を受け、高市帝、小方、佐都市を排しては皇太子に格下げし、武帝の追いの帝王皇、昭延明を北西から迎え入れて皇帝に擁立した。ところが、北西の意を受けた、昭延明の即位に陳破先が反対したため、王相弁と陳破先の対立が表面化し、555年9月に、 陳波先は、大層兵を健康に置いて殺害し、再び、高指邸、小方、佐都氏を皇帝とした。領の実権を掌握した陳波先は、2年後の557年10月に、刑美門から禅城を受けて、鎮を建て、ここに張りは滅亡した。一方で、領の有力将軍であった、王林は、鎮の建国と陳波先の皇帝即位を認めず、 北西の人質となっていた江川昭宗を取り戻し、英州において、梁の皇帝に即位させた。王林と昭宗によって復興された針は、長江の中、上流域を勢力範囲として、陳に退治した。しかし梁は、天慶三年に、陳に敗れ、昭宗と王林は北西へと亡命した。北は、に、王を名乗らせたが、間もなく、北そのものが滅亡したことにより、 領の復興はならなかった。また、陳が建国した段階でも高領付近を統治する高領は存続していた。高領は、正義とそれに変わった、北州、隋の傀儡政権ではあったが、五種、正宗まで三代続き、587年に至って隋の文帝によって敗された。なお、隋末当初の戦乱の時期、高領の剪定将の彦である小族が自立し、 六百十八年には、両の皇帝を称した。しかしこの政権も六百二十一年には党によって滅ぼされた。武帝の五十年にわたる知性は針に太平と繁栄をもたらしたが、そのために、軍は弱体化した。それでも、両の建国当初は北魏による侵攻が盛んで、両軍は、たびたびこれを撃退しており、両の国上が安定したのは北魏が六鎮の、 乱によって針への進行どころではなくなってからのことである。自身が武人であった武帝は、新たな関門武人の台頭を生み出さないために、区本官人法の改革とともに、将軍制度の改革に着手し、武人の外号将軍を細分化して22半以下に集中的に廃することで昇進を困難にする制度を導入した。 武帝の政策によって建国初期に功があった将軍は粛清を免れた者の政治の場からは排除され代わりに喪失や儒教的教養に基づく建才主義によって登用された文官が軍の養殖に進出することになったしかし建国の重臣が引退した大通年間以降に生じた北魏の混乱の深刻化と分裂に張りも巻き込まれつつあったにもかかわらず この基本方針を変えなかったことが、致命的な失策を招くことになる。法径の乱自体も規模はそれほどではなく、兵力では、両軍が圧倒的に優位だったにもかかわらず、首都を攻められてついには、陥落にまで至ったのはその軍勢の弱さにあった。軍病は馬に乗った経験すらなく、馬が稲な,なき飛び跳ねるのを見ただけで、虎が現れたと驚愕するありさまだったと伝わる。 南朝では、そう、西の時代から、貨幣経済が急速に発展して、基軸通貨であった銅線の銅の不足と私による悪質貨幣の蔓延で正常な経済発展が損なわれていたため、武帝は問題を解決させるために、良質な貨幣の発行に努め、通貨不安を取り除いた結果、江南では活発な商品取引や長考の便を利用した。 流通経済の発展が見られるようになった。ところが武帝は523年から動線に変わる新たな基軸通貨として鉄線を鋳造する命令を発するという信じられない政策を打ち出したため、貨幣不足自体は心配なくなっても今度は偽銭が大量に出回る結果となってしまい、貨幣の信用はなくなって530年代に貨幣の価値は急速に下落し、それが 寮の衰退にそのまま繋がった。南朝、宗や生の時代には、多くの皇族たちが王朝内の内紛や、三脱の家庭で成長するまでに粛清されてきたが、梁は建国者の武帝が長命であったために、後継の乱までそうした事態は生じなかった。武帝は、後継者である、照キ大使と事件を起こして処分された経緯がある、無尾の少量王少林を除いて、ほぼ平等に扱われていた。 しかし、こうした扱いは、結果的には、大使以外の密古間に対等意識を生み出し、大使の没後の喪失内の不安の一因になった。武帝の治世が長期化したことで、皇族や官僚は資材を蓄え不正を行うようになった。武帝の弟の臨戦王、小弘氏は貪欲な人物で、武帝の治世で三国に及ぶ不正蓄財を行っていた。また、武帝の治世後半には、 後期が主観した上、有能で、人望もあった、照キ大使が531年に創生して、同母帝の小綱が擁立されたことも、皇族間の不和を生じさせた。官僚も、日夜主演や助職に溺れて、実務を顧みなくなり、風俗が乱れ写詞が横行し、民衆からは、厳しい租税が収奪されるようになった。また、晩年の武帝は若い頃の聡明を失っており、 自らは人生を行っていると思い込んでしまっていた。治安も乱れ、中央では賄賂が横行するのは当たり前で、冤罪で処罰される者も増大し、皇族やそれに連なる者たちの共慢もあり、白昼で殺人や強盗が起こるのも珍しくなくなり、それを捕獲すべき管理は金銭の授受次第で見逃すという事態にまで至っていた。このような皇族、官僚の腐敗は、 結果的に、法径の乱で救援に現れた将が、積極的に動かず、ひどい時は自ら集奪に走るという統制が効かない、状況にまで陥る結果となる。武帝は、貴族の子弟が入る国古学と、五官という学校を置いた。五官とは、儒教の経典五教に通じた博士の官が、学生の教育にあたる学校であったが、この学校は単なる教育機関ではなく、 試験を行って管理を登用する管理要請書の性格を持っていた。これは後に隋で開始される過去の源流とも言われ、武帝は身分の上下に関わらずに才能次第で管理を登用した。この武帝の学術奨励は、両の学問が大いに発展する契機となり、テルアキ大使をはじめ多くの文化人、知識人を生み出し、文選など多くの作品が現れ、 日本においても飛鳥時代、奈良時代や平安時代の日本文学に大いに影響を与えることになった。両の貴族は闘神、南朝僧のように強制ではなく、むしろ支出の低下が顕著になっていた。そのため武帝は貴族の中でも下級の貴族を選抜して側近に登用し、法制や霊制の整備に努めた。また三国儀の時代からの区本官民法を改めて、 しなから藩に改め、従来の基準を大幅に改変して、皇帝権力を強化するために、官僚制への移行を積極的に推進した。武帝は異常なほど仏教に傾倒し、後世からはこのために、針の亡国を招いたとして非難される一員となっている。まず武帝は在位中に4回も捨て身を行う異常ぶりであった。さらに、中国皇帝は、 国家儀礼は儒教に基づいて行うのが当然とされていたが、武帝は仏教に基づいて行っており、加えて大社と戒厳を伴って行うなど常識を逸脱する熱烈ぶりが目立つようになっている。ただし、仏教が武帝や張の民衆にここまで受け入れられたのは五感という長期政権の崩壊後、疑心南北朝時代という動乱期で儒教の価値観が、 低下し事故の救済を仏教に求めたためという側面もあったことを理解しておく必要がある。とはいえ、このような極端な仏教系統は針における仏教流星をもたらした一方で皇帝や皇族の奉仕や側近による先見、貴族層の実務機器や寺院の混流による財政悪化による民衆の急防と社会不安の増大という国政の衰退を助長した。 武帝体操館、文帝背帝予称を製造、限定高指定便併、定備法高指定英会を、中層選定製造、名帝御主。ありがとうございます。